比較方言学とは、歴史言語学の比較方法を方言同士に適用しようとする研究分野。言語史研究の一分野である、比較言語学に習って作られた術語である。この場合の、比較とは、単に二つ以上のものを比べることではなく、二つ以上の言語体系を付き合わせて、共通の祖先にあたる言語体系を再考することを意味する。 できるだけ古い体系同士に比較方法を適用して、さらに古い段階を復元するもので、琉球方言や東北方言と古語の音韻体系に適用して、日本語祖語にあたる段階を知ろうとする分野である。比較方言学を提唱したのは、北条忠夫で、万葉集東東歌、先森先森歌に伝えられている、奈良時代東国方言を、当時の中央語と比較した。 金大一春彦は、さらに進めて、言語地理学と対比する形で、比較方言学の性質を明らかにした。二つの分野には次のような相違点が挙げられる。言語地理学は、言語外の情報を考慮するが、比較方言学では、言語体系そのものに着眼して、どのような姿から分かれ出たかを考える。言語地理学では語彙に関心を注ぐが、比較方言学では、 音韻やアクセント等の言語の根幹的部分に着目する。言語地理学では、方言者の説明に文化的中心地からの伝播、つまりは多体系からの借用を考えるが、比較方言学では、音韻の規則的変化を第一の前提とし、それを崩すものとしての文法的類推を考え、それで説明がつかない場合に借用を想定する。日本語の方言への適用として、 アクセントは、比較方言学の絶好の舞台である。全国的分布に、言語地理学で言うような、方言集見論的発想は当てはまりにくく、文化的中心地が古いという、逆集見論が当てはまる。比較言語学では、音が分化した理由が不明の時は、むしろ分かれている状態を古いものと見て、合一して区別がなくなる方向への変化があったと、考える。つまり、 公衆アクセントが古い状態を保っていて、おつしアクセントはそれより、新しい段階で、一型アクセントは、さらに、それらが崩れた段階と見得る。比較方言学の方法は、音韻面にも適用できる。ありがとうございます。